永田でございます。これで3月28日修正の機体は俺は一区切りかな。ガンダム試作1号機フルバーニアン、永田の好きなガンダム顔機体の3本指に入るこの機体、欲を言うならゼフィランサスで 90mm マシンガンを持っててほしいけど、まあ、マシンガン持ってるガンダムってこうキュンとくるよさみがあるよね。グフとかドブがザクマシンガン持ってる時と似たようなよさみがあるよね。はい、フルバーニアに話を戻しまして、修正点に触れますと、射撃チャージの発生と弾速が上がって、なんだろうな、これ3号機の前作3号機の後ろチャージみたいな当て方ができるようになったのかな。であとはサブ射撃の重厚補正が上がった、まあ、これはちょっとした底上げといえど、まあ、かなりの頻度で使う武装なんで、いい修正なんじゃないかなって思います。まあ、底上げはね、修正箇所としてはもしかしたら地味かもしれないけど、まあ、普通に嬉しい、あってよかったみたいな。であとはアシスト、横アシストのジムキャノンビーム3連射か、あれの重厚じゃない誘導が上がったのかな。まあ、そこら辺も、まあ、軽い射撃命の強化って感じか。まあ、とはいえ N アシストのゲロビージムキャノンも全然強いし、まあ、抵抗が一番欲しいと言っても過言ではないよね。ゲロビーアシスト遠くからでも全然援護できちゃうから、まあ、チャージじゃないあたり悔やまれるけど、まあ、コスト2000だしね、仕方ない。ベルデバスターのようにはいかない。ここはクアンタの F 覚醒に格闘チャージのスーパーマーぶつけようかと思ったら、意外とバスターソードが長かった。残り体力171 L 覚醒を吐いて、相方もこれで溜まったね。一緒に攻めていこうかな。相方が吐いてくれたので、ブースト使わせる目的の覚醒技うまく刺さって、さあ相方がちゃんとノーダメで覚醒を終えてくれて、ちょっと近いぞ、ちょっと近いゆえサブに当たらないように頑張っていきましょう。150ダメージクアンタに刺さっていく。まああとこいつの基本だと、まあ、基本だっつうかやられてうえってなるのが、相方の攻撃にうまく重ねられると、うわー単発150もらっちゃったよみたいになるから、まあそこら辺も2オン2時からの見せどころでしょうね。戦況は向こうのクシャトリアとクアンタ両方とも減っているが、クシャトリアが L 覚醒してクアンタに覚醒を与えた。クアンタに追い詰められて、うわー着地できなかったと。ここで最後の爪のクアンタの F 覚醒、覚醒技絡めたら、まあ、300もそうだし、もうなんなら350、60あたりも、まあ、簡単に消し飛んでしまうので、なんとか止めてあげたいが、相方が攻め系で助かって、覚醒のないクシャトリア赤ロック入って覚醒技打ってクシャトリアにブーストを使わせるあれで相方が取ってくれたと。いやありがたいありがたい。最後もう2オン2って感じでしたね。この機体はね、今まで取った機体の中でひときわちゃんと使うの難しいなって感じた機体だね。一見素直な武装がかなり揃ってて、基礎ができてれば多少は動けるのかなみたいな印象を受けてたんだけど、昔からこのキャラ、まあ、一択でやってる人とか、今作で言えば銀星金星とか言ってる人はやたら突角と格闘シーエスがねお上手なのよ。突角の誘導斬りをちゃんと使ったり、あとは格闘シーエスのそいつも誘導斬りがあって、さらにスーパーアーマーもついて、それを逃げにも攻めにもちゃんと的確に使ってくる。正直フルバーニアン上手い人俺昔から無視するようにしてるから、なんかちゃんとね、ちゃんと戦った分だけバカを見るというか、いやーなんか全く取れねえ、他行こうってなっちゃうね。撮影中にね、この機体もうちょっとそこの片鱗多少でもつかめればいいかなって思ったけど、いやー無理ですわ。実に奥が深いこの機体。状況は相方のユニコーンがまだまだ減ってないので、こちらは N 特車のゲロビを置きつつ下がっていきたいが、両機に阻まれて、まずは縦して縦補正をつけつつ格闘シエス内部硬直の短さを利用して縦しようとしたが、めくられてこかされてしまう。しかし縦補正つけられたので大事には至らなかったが、ストフリにビーム一発だけ打って、まずは逃げに徹する。ブレイブのミサイル全て避けて、まあ、ブレイブからね目を離すとミサイルの他にゲロビとかも飛んでくるから、今作からめっちゃ強化されたやつとかね、まあ、そこら辺も注意しつつ、ストフリー、しかしブレイブさすがに離してくれないか。カクトシエス誘導斬り生かしつつゲロビをよしよしちゃんと着地できたな。絡まれてなんかスーパーまで耐えてるけど、多分本人は何をしてるか今分かってない。カクトシエスね、
ただ視点変更入っちゃうから自分が今何起こってるかよくわかんないんだよねと言いつつ、覚醒技が決まっていくと。誘導強いね、ビーム。あと解説が遅くなったけど、覚醒技の修正としてビームとビームの間の移動の時に誘導斬りと最終弾でなんか落下が追加されたから、なんか下手な射撃は全然当たらないよ。どんどん使っていこう。あ、もちろん使っちゃダメな時とかあるから、そこら辺は自分と相方と相談してほしい。さあ3戦目、今作のウラキの通常カオグラとカットインカオグラも、まあ、なかなかいいね、新しい感が出てていいと思うよ。開幕、相方のパーツ飛ばしとともにサブ射撃当てていく。今はなんか誘導、いや15補正がいい感じに働いたのかな、よくわかんないけども、まあここからは普通に弾幕をいっぱい張りつつ食らわないようにしていきたいですね。いや抵抗これが辛い、難しいと。しかしアシストのジムキャノン実に神ですね。その後ろから援護する分には N 特者のゲロビで相手を引っ掛けて、で弾ビームからのつなぎが欲しければ横アシスト。いや実に神調整といえるアシストじゃないかな。俺大好きだよこういうの。相方がうまい具合やってくれてるので、こっちはひたすらにビームを垂れ流す。確かにビームライフルはちょっとつきがちではあるが、アシストサブとともに送る弾自体は枯渇しないのが、まあ、やることいっぱいやってる感がいいですね、このキャラは。S 覚醒向こうがやってくので、前特者のクルリンで、調べてないけどおそらく多分誘導斬りがあると思う。デルタプラスの時にパチこいてしまったからね、ちゃんと調べてない上あまり強気では言えないんだけど、前特者の新技か、一応新技か。これでクルリンできて誘導斬りができるかもしれないので、まあ、誘導斬りできなくても動きが強いので、まあ取り込んでみてはいかがでしょうか。覚醒技から CS で結構大ダメージっぽい気がするけども、しかし相方が落ちてしまったのでこっちは見てもらわないといけない。ここでなんか実は強化されてた前角で自分の存在をアピールしていく。なんかね、無駄に強いんだこの前角。自分で使ってて結構ひよっちゃったんだけど、まあ、こういう自分をアピールできる格闘があるっていうのは抵抗の強みの一つですよね。まあ、振り方が強いのかな、ビームサーベルの。言うなら縮小版ライトニングの前角みたいな。範囲が時々スペースステップとかも食ったりしてたから、まあ、そこら辺が強いのかな。ドロブダウン追い込んで、しかし G メカを放置することはできないので、とりあえず覚醒技で当たらずではあるがドロブに落とされていく。相方の覚醒がなくて体力227、これちょっとやばかった気がすんだよな。残り体力1でなんとか残って弾をいっぱい送るが G メカには当たらず、こちらもギリギリ L 覚醒がたまらなくて、相方覚醒して G メカを追ってジムキャノンから横角を刺していく。前角実におすすめ。ワンヒットさえしてしまえば適当な格闘につないで、それこそ今回強化された N 前派生とかから射撃 CS で240以下にはならないんじゃないかな。火力高いよなこいつ。4試合目の前に、俺が今から試作1号機の好きなところを語ってくから耳かっぽじって特に聞かなくていいよ。まずね、顔がイケメンだね。顔がいい、すごい顔がいいよ。まあそこはガンダムだから多少はねといったところで、あとディティールが細かいのがエッチだね。 OVA だから知らないけど、やっぱこの男だから筋彫りがたくさんあると嬉しくなっちゃうんだよ。もう一つはね、姿勢制御のために体中のバーニアからね、ヒュコヒュコと細かくバーニア噴射してるところがこのゲームでも再現されててエッチだ。さらにシールドもイケメンだ。顔がいい。マーク2とかにも見受けられるけど、こうカシャッとなるシールドが好き。カシャッとバッと思いついた感じでこんなところだ。さあ実況戻りまして、シャゲに覚醒されて追われてる感じか。相方が守ってくれた。シャゲはね、低コストで全然相手にしたくないからね。ホバーで上を取りつつサブ射撃キャンセルでダメージを取っていく。あとね、ホバー中のブースト消費もなんか少なくなってるらしいから、ちゃんとした1号機使いには朗報なのかな。ちょっとまだよくわかんないけど、ぐるぐるアタックで鈍足つけられて覚醒は溜まったとはいえ、すぐに起きてどうすんだどうすんだ、ギリギリまで引きつけて覚醒して覚醒技でとりあえず離脱する。
相方も身を挺して守ってくれて、とりあえず安全は保証されたと。しかし射撃のエル覚醒ゲルビが来て危ない。なんとか逃げたい、なんとか逃げたいが、まず上に逃げてホバー中のステップで距離を取っていく。それ大丈夫なの？大丈夫じゃないよね。おっと、なんとか耐えて、相方が死んで間もないゆえ同時落ちみたいな真似は避けたいが、ビームから格闘 CS、 ちょっと追撃の仕方がわからなかった。相方がバサーゴダウンさせてくれたが、ちょっとダメージを食らってる模様。なんとかなんとか取ってあげたいが、メインサブで手堅くダウンを取って、これでお手軽にダウン取れるのはね、やはり便利というほかならない。ホバーで、多分これホバーやりてえだけだろ。マジでお前、おおー、イエス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 。射撃 CS 合わせたかったが、ここは贅沢は言ってられない。射撃がもう一度落ちようと肉薄してくるが、落とされた。しかし同時に射撃も落とされたが、2回落とされたところで残り体力じゃない、残りコストが2000あるので危ないぞ。残り体力188になりつつも、あー怖い、あー怖い、結構ギリギリを攻めてんな、おい。しかし粘った甲斐あって延命には成功しているが、まだ覚醒がないシャア専用ゲルググをさばきつつ、相方に任せるか、覚醒して、とりあえず覚醒技、おお、誘導瞬越え。そんな感じの試作1号機フルバーニアン動画でした。ご覧の通り、いわゆる職人さんのような動きには一歩も近づけなかった気がする、この謎の敗北感。まあ仕方ないね、覚醒技が強いってだけこの動画で分かってくれればいいかな。将来的にね、アップデートでなんかブルーフレームのさ、格闘チャージみたいな感じで1回切り使用できるロングバレルライフルとか追加されないかなと思ったり。以上でございます。はい、ご視聴お疲れ様でした。またお会いしましょう。